今非常にダサい報告が入りました、このままだと演奏不可能なので、ああちょっと聞いてくれ、いつだっけか四国に行った時に、でこう東北なんでちょっと主役を一番最後にして、まず俺から、ボーカルやってます氷室京介です。で今まであのいろんな雑誌とかにもたまに載ってたんだけど、みんな知ってると思うけど、京介の京っていうのクルーっていう字だったんだけどね、今度から京都の京に変わって、で、あの、もともとどんぼん育ちなもんで京都の京に変わりましたので、よろしく。それから、俺の隣でかっこいいギター弾いてます、クレイジーマン本田智康です。それから隣でベース弾いてる、もう俺とすごい長い付き合いで幼稚園の頃から一緒なんだけど、すごいいいやつです、渋いやつです、ベースマン松井千沼、よろしく。 OK。 それから、今日はもう彼が主役みたいなもんだけど、地元東北の生んだ星です。 OK。 いつまでも、昔から電子のリズム叩いてくれてます、高橋誠、よろしく。それじゃあ、この間アルバム出してからもうだいぶ時間経っちゃって、ちょっと訳あってジャパンレコードっていうところも今度またやめたんだけど、で今度いろいろ東京の奴らにもみんなにも心配かけたんだけど、東芝 EMI っていうレコード会社に帰ります。でジャパンに比べると全然大きい会社なんでね、でせっかくかっこいいバンドなのに全然売れてないからもったいないから、まあまあ、来年はみんなの鎖に添えるようになると思うけど、そしたらその、東芝 EMI からラスト3枚目の LP の中に入る曲です、ミッドナイトデイズ。Thank you.